にちは、みほとけです。銭洗い弁財天に来ています。この神社は現金をお水で洗うとお金が増えるという御利益が伝説で伝えられているんです。そこでみほとけ実証します。ここでお金を洗ってスクラッチくじを買えば絶対に一等が出ます。それでは参りましょう。はい、100円でお線香とろうそくを買いました。そして私が洗うのはこの1万円札です。まずそこで参拝をして、その奥にある洞窟の中に池があるので、そこでお金を洗っていきます。ろうそくをつけます。私のこのなけなしの諭吉で諭吉頑張れよ、頑張れよ諭吉。おー、やっぱりしました。私の諭吉さんがお金をセットろうそくで乾かさず、ハンカチなどでお拭きください。ハンカチ持ってない絶対にこれがね、10倍20倍に増えるということを期待して、ありがとうございます。行ってきます。はい、いいね。駅前の宝くじ売り場です。1億円のやつを10枚ください。10枚、はい、10枚のスクラッチを削りたいと思います。頑張りましょう。味方の絵柄が4つ以上出れば当たり。300円。うん、やった。で、この4つで全部出ればいいんです。すごいね。そしたら、来た。300円が当たりました。これでダメ押しでもう1枚買います。もう1枚ください。行かせていただきます。お手がかじかんで全然押せないよ。またあと1個で呼べんだ、うん、頑張れ。夏で、うん、ラスト。ここで来るのが日本時計のご利益。いきます。絶対に一等が出ます。億万長者になれると思います。おー、絶対にこれがね、10倍20倍に増えるということを期待して、ありがとうございます。行ってきます。はい、いいね。シャー！シャー！カズレー！はい。ご視聴ありがとうございました。また今年もよろしくお願いします。撮影ありがとう。はい。